どうもワニです。そしてこちらは今日うちに届いた小包み、一体何が入ってるのか見てみましょう。開けます。うわっ、あ、見てください、大量のネズミの死体です。助かる。はい、というわけでですね、こちらボールパイソン専門店デューレプタイルズさんの方で販売されておりますラット定期配送っていうやつの餌用ラットですね。ボールパイソンとかね、ヘビを飼育するのに欠かせないラットが、まあ、契約すればね、毎月こうやって定期的に送られてくるというね、便利サービスでございます。あらかじめね、自分の家でどれぐらいネズミが必要なのかっていうのを入力しておくと、毎月こちらのね、ネズミを届けてくれて、ショップが遠くて餌を買いに行くのが大変とか、なかなか忙しくて餌を買いに行けないとか、あ、つい餌を買い忘れちゃったみたいなっていうのをね、防げる素晴らしいサービスでございます。うちにいるヘビちゃんたちは1ヶ月にまあこれぐらいのネズミを消費する感じですね。でも早速ね、こちらのラットを使って餌やりをしていきましょう。はい、ヘテロアルビノ青大将、この子はね、まだあんまり大きくない個体なんですけども、このね、ハッチベビーっていうサイズのネズミをあげてるんですけども、こういったね、あんまり大きくないサイズのヘビにも対応できるネズミのサイズも売ってるんでありがたいですね。この青大将ね、ヘテロアルビノパターンレスなんですよね。模様がないパターンレスなんですけども、アルビノでヘテロってね、まあ、あのアルビノの遺伝子が出てない個体のはずなんですけども、普通の青大将よりやっぱちょっと色が薄くて、なんか美しい色合いをしてますよね。この子もいずれね、繁殖させようと思って買ってきた子なんで、ガンガン食べて早く大きくなって繁殖できるようになってほしいですね。はい、もちろんボールパイソンもしっかり食いつきます。こいつはテキサスラットスネークのリューシスティック。いいね。アルビノの青大将、餌欲しそうに待ってますね。よしよしよし、いいぞ、どんどん食べろよ。いいね。これがね、アダルトのラットなんですけども、フルアダルトの青大将にちょうどいいぐらいのサイズですね。餌にちょうどいいサイズ。ゆっくり優しく噛んだね。エゾブルー青大将のオス、ちっちゃい子、いいね。いつもは腹ペコカリフォルニアキングスネーク。イケメンのアルビノ青大将パターンです。みんな食いつきバッチリです。ブラッドパイソン、おお、はい、おお、カリギン早い。
実は最近お迎えしていたコーンスネークのファイアテッセラ。素早い。全身赤くてめちゃめちゃ綺麗ですよね。赤っていうかオレンジか。すごい明るい色で、こういう色好きなんですよね。コーンスネークホワイトアウト。元野生のシマヘビ。という感じでね、デューさんの定期配送サービスのラット、いろんなサイズのラットが取り揃えられてますんで、ボールパイソンだけじゃなくてナミヘビとかね、いろんなヘビにも活用できちゃいます。とっても、ね、便利なサービスなんで、ぜひ皆さんも利用してみてください。という感じで今回の動画はこれで終わりです。また次の動画でお会いしましょう。